遅刻マスターが教えるおすすめの遅刻の言い訳。遅刻ビギナーは初っ端から謝りがち。俺ともなればこう。え、嘘、マジ？俺のことこんなに待っててくれたの？ありがとう。すっげー嬉しい。感謝されたら嬉しいっしょ。怒る暇もなくなるよね。ここまで持ってけたら勝ち確。試してみて。